2016年夏、神の化身と呼ばれる真なる巨大生物が第四形態へと進化し、紅の炎を放ちながらここ東京へと向けて道なき道を突き進んでいた頃、ベビーメタルはトリロジーのピラミッドの頂点であり、史上最大の決戦となるここ東京ドームに降臨するため、メタルレジスタンス第4章の道なき道を突き進んでいた。ついに運命の時がやってきた。世界中から集まりし11万人のメタルの魂は強大な光へと変わり、黄金鏡へと向け新たな伝説を作り出すのだ。時は来た。世代を超え、国を超え、時空をも超えて、我々が一つになる今この瞬間から新たな伝説が始まるのだ。